象を表した第74話、その3でございます。で今回は、スーパーオブ対戦越完結編、早速始まっとりますが、まずはいろいろ状況説明いたします。現在10期ではガオズは、真のポセイダルとやらに、挑みかかろかといたしておりまするのよ。上に見えとる3期はですね、もともとがレディアント草の率いる、味方 NPC 部隊なのでありんすが、いやあ、めんどい、めんどくさいぜ、味方 NPC。なわけで今回は、ちょうど良いぜとはガオズの、ユニットに入れ替えてみましたのよ。これで随分と時間短縮できるんでは、ないじゃろかないじゃろか。レディアント草、荒手が出現いたしました。そう現在、レディアント草のほか、トレイズカッカライトニングカウント、ノイン得意の4名は MO2 内に残っておりまして、後から駆けつけてきてくれるようなので。じゃあ、貫かれたでー。それまでニコルック監視機のもと、戦っていかねばなりませぬ。そう、コードの関係上、まだ名前を戻せておりませぬので、コンマップでも名前の判別がつけにくくなっております。ご理解をば。そしてして、ビルゴアンとワーカーのトーラスは、諸事情あって強化パーツが、ナイス、59% よく当てた。そう、強化パーツが外れたままになっとりますんで、命中率が悪いまんまで戦っておりますぜ。今回も敵方の追加配備、行っておりまするぜ。71%、絶妙に微妙な数字じゃな、ナイス、多分ワーカーよく当てた。もう気持ち、ザコザコポセイダルユニットのテコ入れもちゃんと行いましたよ。レベルアップもやってるよ。でもね、ボスだけは例外です。元からハイスペックなので、据え置き状態にしてあります。なんと、集中かけたら 0% ですか。あ、そうか、何機かだけ例外で、テコ入れが機能してない敵ユニットがございますのであしからずです。多分コードが足りてないのよね。こいつがそれだと思うんだけども。今回追加配備いたしましたのは、いろんな組織の生き残りのせいでして、ハイパーガラバのバンバミに、ガザディ登場のマクベ野郎、あとは暗黒大将軍と、ギルギルガン、精鋭な感じにしてあります。7段階改造だよ、を、切り込んできやがった。ランサーで 3%、ちゅうことは、やっぱ集中レドワンがすごいのか。ビームガンの節約ができるからから大歓迎。65% ジャモンミャラー君はさ、そう、やっぱメリクリレドワンが、すごすぎるんで。ナイスじゃミャラー帰り討ち。お前もか、切り込んでってくれる分にゃー、一向かまわん大歓迎じゃば。エアリーズだってやれんだぞ。ジギーン、ビームコートで2000強。とはいえさすがにヤバいので、ここは防御でしのぎきれ。こいつも切り込みっちゅうことは、ミャラー君が狙われそうだぜ。やけもうたか、偶然ジャドモめかいい一人、しとったんじゃなメリクリは。ジャドモどもエアリーズには酷かもね。やっぱし、避けれるよ。ナイス、35% じゃ避けてくれた。は、ハイパーガラバもやってきた。やばいやばいぜこいつはよもう。被害と非力ジャドモエアリーズの、残り HP は少ないんじゃ。さすがに端こいオラボンバ、当たる気が全然いたしませぬぜ。じゃじゃあ、でーもでもでも、耐え切った。あ、そうじゃ今回も、アマンダラの王子はね、見かけだけですが、ブラッドテンプル見たくしてみました。やっぱこっちの方がプレイする方も、テンション上がるしね。コードが足りてないので、これ以上は無理なのです。ギガブラとかマックヘイスとかはね。74じゃ当たりませんか。仕方がない。トラント君に、再度お願い。先行にキレアーシュテン君。エリート兵はトラント君ね。そだそうだ。まずは回復させましてー。まだまだ足りない。まだ足りない。袖持って、ぐるっと迂回なされたし。ニコルック艦には暗黒大将軍を狙撃しに行ってもらっときます。こっちは最強ビームライフルだがやー。こっちのルートは、よく例外ないのね。70% で微妙ですが、ここは信じて放つしかない。イエーイ。キッツッツー。とはいえまだまだ HP。当てたかやる中バンバニ君。お次はだ、メリクリレドワン、クラッシュシールドお見舞いしちゃる。チェストー。グラシーン。宇宙ビーのオラボンバ、それでもやる中バンバニ君。7段階改造だども、攻撃力がいまいちなので、まあまあそこは助かりんこ。ジャジーン。ビルゴ2は強いのさ。
2発目も行くべーさー。は、はなせー、ジギーン、半分強まで削れたぽい。クワイエイトの義務家はね、弾数10発しかないので、すぐに弾切れしてまいますのよ。よっしゃー、風神雷神コンビネーションで、ハイパーバラバを翻弄できちょるぜ。メリクリはクラシーあるから、まだ助かる。やっと強烈なのね、オーラキャノン。しかも当たらんお前が、仕方がない。メリクリバイエトとは、違うから防御でしのぎます。よかれと思って追加したのですが、やってましたわ。あちゃ？あちゃちゃ？中でしたね。しかも9000ものダメージ。これもおかしいおかしいなと、この後調べてみましたら、やってましたわ、すげんわ。不注意でしたわ、大将軍。なんてこったい許してたもん。言うてましたら、残りがようやく出撃です。さあさあさあ、早う最前線へと、来さらんせ。おはんが来ないと、アマンダラとはやりあえんて。あ、そう。こんマップも諸事情あって、変形はできませんのでもどかしいぜ。それでも急ぐんだてーなわけでてなわけで、暗黒大将軍には泣いてもろて、このままいいで戦わせます。ごめんやでー。許したってやー。そいじゃらばー。とりあえず各から来るまでに、もそっと頭数を減らしておこう。射程外からズドーン。てめー、暗証空域なんだな。小賢しい。マップ兵器を撃たせてなるものか。こっちもじゃ。ドロシー城で削ったる。ジギーン、破壊力抜群。ここで随分悩みましたが、集中プラス暗証空域飛び込んで、メリクリレドワンニャ、なんちゃってブラッドテンプルの、射程圏内に飛び込ませつつ、テーブル削りに行かせました。43% よう避けた。内心はめっちゃドギマギしております。射程 7R ガザディは、蜂の美向けで出花をくじきます。バチコーン、これでマクベはあと一撃。いや今回の追加配備ね、アシュテン4機追加したところで面白みがないなと思い、しぶとく生き残ってそうな奴らを勝手に召集した次第なんです。アレックスだとレイパーですか、とほほじゃぜ、しかも力れてんじゃんかよー。やっぱメリクリレドワンの能力が高かっただけなんじゃな。マクベはガザディにしてみました。エネミーフェーズはしのぐしかない、プレイヤーフェーズで反撃じゃば。あ、やてしもた。ないよけれどワン、うぬうううトーラスもろたか。もう一発あるぞ。じゃあ、うっかりミスじゃ、トーラスやられた。そうそうは続かないと見て、ここは防御でやるじゃん、レドワン。もう三発あるからまだ怖い。当たりはしない。耐えろにゃらよしよし、これなら耐え残れるじゃろ。慌てるな、大丈夫じゃ。これを待ってた反撃じゃが。飛んで火にいる大将軍。いけー。え？ミサイルだったの？切り払われちまったぜ、やてもうた。19% だども。反撃っかじゃ、いたしかた。スパロボじゃ、19% でもちと怖い。じゃじゃー。なんで当たるの？ 19 じゃろが。急げせぜ。覚醒つこて、急ぎまくれ。レッドワンが危ないんじゃ。あ。そうだ、念のため、信頼飛行機メリクリウスを回復させておきましょう。タラリラタラリラ。デクスも加速じゃ加速。カッカも覚醒じゃ覚醒。なりふり構ってられんのじゃ。お前ら来ないと決戦できない。もうアスゲンの集中力は切れてますねん。暗黒大将軍はいつでもやれる。先にガザディやるべきでした。ちなみに面倒くさいことに、アスゲンは地上ルートの暗黒大将軍を追加してしまったので、逃げ倒さないといけないやつなんですよね。この将軍様は、ああやてしもた。次回マップも追加配置を、しましたよ。強力なのを3機もね。うち1機は DC 軍から接収した製のモビルスーツなのでお楽しみにー。お、68ジェッタがよう当てた。これは無理じゃろ59。わかってたけど腹立つわー。とりあえずカッカも追いついた。すばしっこい灰柄の動きを捉えられるのカッカなら。はっ、そんな攻撃でさすがに未だ5段階改造のエピオンジェ、オラボンバに当てられそうにありませんでしたので、必中使うてビムソード。ジャキーン、ハイパー、オーオーラキリ、なんちって、黒騎士じゃなくて、バンバニナノガオスでございましょ。
悩みましたがもう一ターン、その場で踏みとどまらせることに決めました。やってやれやれレッドワン。ガシャー、ナイクリ。まずはピラメキーの、クライストも活躍させたい。次は当てたい59。なんやねんこいつ。結局、ウィングゼロでとどめです。レベルアップにテコ入れと、いろいろやってる強敵相手に、伝染してるなと思ってくれた。そこのあなた、グッドボタンをポチッとね、押してくれると、大変嬉しいアスゲンです。背後からも狙っちゃろ。ビームキャノーン。もう一度エアリーズを狙わすわけには、いかないから、ドロシー城にやってもらう。まくれよさらば。次回マップはゲスト軍との、前哨戦、ギリギリどうにかエピオンをフル解放いたすことができましたので、ライトニングカウントの活躍を楽しみにしていてくださりませ。多分これで落とせるじゃろ。こいつを落とせば総がかりじゃ。ドーン。ふっはっはっはーマンダラ。前が割れたぞ見えもうした。ここからは最強となったワガオズの激戦必死の勇姿が見れます境に。チャンネル登録まだでしたら、この機にチャンネル登録オーバーしてくださるととても嬉しいアスゲンです。今度はちゃんとチェーンライフル。消化試合じゃが致し方。もう一丁あるぞミュラー君。おっと危ないチェーンライフル。すまんかったな大将軍。宇宙へとは知らなんだのよ。許してたもんな。次回マップは悩みましたが、戦わない選択肢は面白くないので、全力をもってしてゲスト軍を殲滅することに決めました。だからグレーターキンに断念。よっしゃあまずは灰殻を片付けてしまおうとレイズカッカ。覚悟しろ。バーンダニングス。オーラボンバーが何のその。微妙か？あと二撃。トルギ2は強すぎるので、敵じゃないのさかわいそうじゃが。ささ、残りのゲーグルも一枚一枚剥いでいこう。あ、そうじゃ、鬼面の二人は味方増援しに来とるけどもだ。煩わしいので、おるんだけども、いないような感じにしとります。さすがじゃ、集中レディアンなら、もうまあんたーあい。味方 NPC に味方増援 NPC が、おったなら倍ぐらいの時間が、かかってしまってたんじゃなかろうか？そう考えるとゾッとするぜ。だからグレーターキンもめんどくぜ。イーシャンテンのバンバニくん、ビームソードでオーラ切り、うわしい。やっぱあと一撃必要ね。ワガオズのユニットは、ポイン、強じゃなくて逆の方を採用いたしておりまする、ね。HP が低いでしょ。シャーシャーシャー。ここまで減らせば大丈夫。みんなで一気に近づこぜ。サイオくん五感ギルギルガン。お前もまさかいいじゃないじゃろね。適当に追加したから見てないのよ。クライスト、絶好球が回ってきた。65じゃがなくはない。普通に、やったぜベイリー、やればできる子 IDK。弱がないエピオントルギクは、HP を3分の1に下方修正してあります。フル改造のトルギクに、53もの命中率とは、いやはや、テコ入れゲストユニットは、恐ろしいスペックじゃで。そらそら、ワーカーワーカーワーカーカー、とどめの一発叩き込み。イエーイ、これでキャツはほぼ丸裸じゃ。俺は人は殺さない、お前の怨念だけを葬り去る、みたいな、一戦。宇宙ビーでもなかなか強敵でした。ハイパーガラバ終了です。ラスボスのバランシュナイルは、運動性能を45下げまして、ゲームバランスを、とっちょりますので、ご理解をば願います。当たりませんでしたね、おほほう。その代わりに6500ある装甲を、さらに厚くし今回は、8000にいたしましたので帳尻です。しかし、それじゃあかなり不安です。果たして貫くことはできようか？できなかったらどうしよう。ニコルもナイスじゃよう避けた。もしかしたら下方修正するかもです。アマンダラの気力は115か。そうはとにゃ。結果的にメリクリウスがダメージ食らせて、集中砲火を一手に引き受けてくれて助かってんのよねー。他が落とされずに済んじゅるんじゃもん。やるじゃんメラー。イエーイ、5000。これでも一度反撃できるわけさ。さすがに食らうとかなりもらう。力れー、力んかった。え？グラビトンなんちゃらは、そこからでも届くのね。じゃあ、
あと1回あんじゃね。やっぱ知らんのね。おーおー、ないよケニュラー。そんじゃらばー。決戦、ブラッドテンプル戦へと参りましょう。まずはご挨拶がてらバスタービームライフルで、アマンダラの度肝を抜いてやりまっしょい。は、話せー。やっぱ硬いね、めちゃ硬い。クライスト君には荷が重いので、ゲーグル片付けてもらいます。これで外掘りはすべて埋まりました。あとは本丸アマンダラ。その前に、ギルギルガンもやっておかねば、メカギルあるから大変じゃば。ついに、バスターライフル発射、ズドーン。おっと、オトルギじゃ無謀かな？でもね、でもでもやってみたい。意味ないかな？一戦、やっぱ硬い。しょげー。一撃ですか、ナムさんです。あ、そうそう。先ほどから変形できとりますが、なんとか高度減らしてみましたので、お前が変形できるようになっとります。やっぱエピオンは、必中使うのが、マストのようです。一番怖え。さすがはボスクラスだけあるだべな。ぐる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 。バッチコーン、頼りになるぜ。トロワバートン、ピラメキーノでよろいのよい。白とオラスでもやってみよう。すでに記憶は120に負けまんがな。な、700。ビームかなんじゃこの程度なのか。トーラスエアリーズでは、火力が足りないと分かったので、ギルギル方面に出張られたし。ギル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 、ラーン、コヤー、アナザーディメーション。ぬらー、こっちも強烈。多分、メリクリウスも火力足りない。だからから、ギルギルとどめを刺しとくれ。いやはや、今からバランシュナイル戦が心配になってきた。メカギル姿を現した。エピオンジェ、届かないのでワイバンで、ヒートロッドをお見舞いしたれ。イケ軍人。ヒートロッドだー。ビリーン、ナイクリだども、ご戦況。メカギルってメカキングギドラのオマージュなのかな？お次はですね、我がオズ最強のビームライフルぶち込みます。邪魔よ、邪魔邪魔、ドキーン。小娘呼ばわりしてきたよ。ナイスじゃナイス。40% よくかわした。ほんじゃらば、熱血ドバガで追い打ちじゃし。いけー。いけいけ。それでも6000ほどですか。なんとも硬い。なんちゃって、ブラッドテンプル、セーバできた。あー、初めて見たぞ。さすればもう一度魂リムケを、ブラッドテンプルにぶち込みたい。うおー、ロキシン。さすがトロワジェ、鬼強です。しかし、モロハの剣の片道切符、攻撃鬼だが防御が弱点。お前の仇は取っちゃるけん。ドロシー城、小娘呼ばわりされとったじゃろ。貴様でとどめを刺してやれ。シャラクセー、ジギン。これにて、ボセイダル軍全滅です。やってしまいました。メカギル爆発してまいます。それでは次回、舞台を火星に移してのゲスト軍戦でお会いしましょう。さようならー。